広島三位学院公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、元気でしょうか。ピースタイムの時間です。本日は中学校2年生教室からお送りいたします。ではまあ最初にお祈りいたします。天の神様、今このようにして私たちに命を与えてくださっていることを感謝いたします。神様、これをご覧になっているお一人お一人、どうかあなたの聖霊を送りくださり、少しでも平安な気持ちを感じることができますように。愛するイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、今日は中学校2年生教室です。今日のゲストの方が中にいますので、早速入ってみたいと思います。はい、素晴らしい笑顔ですね。これ引きつけられてるんですけど、はい、今日のゲストは、中学校2年生3人の山木翔一先生です。山木翔一先生は社会科の先生として中学校の先生として働いてくださっております。先生、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは山木先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このピースタイムはですね、まず最初にちょっとその先生のですねことを引き出す時間があるんですが、ちょっといろいろと質問させていただいてよろしいですか。はい。まず最初にちょっともうざっくばらんなんですけど、山木翔一先生って、どういう人間なんですか。あと一言でこう説明するのは難しいかなと思って、あんまりこう社交的でないので引っ込み思案なところがあるかなと思います。なるほど、はい、じゃあこういう今カメラ回ってますけど、こういう場所っていうのも少し居心地悪いじゃないですけど、緊張する、ちょっと緊張が、はい、高まっている。高まってます。逆に山木先生がこうリラックス、自分をブワーって出せる時ってどういう時ですか。今最近で言うと、まあ、自然と触れ合っている時が多いかなと思います。農業とかキャンプとか、はい、キャンプとか外にいる時は結構自分がこう会話的になる。まあそうなんですね。山木先生はここでも小さい頃からこのキャンパスで育ったということで、そしてここの小学校、そして広島の中学校、そして高校もずっと広島三院のキャンパスなんですが、そして今このようにして教師として中学で働いておられるんですが、どうですか先生のこの人生、このキャンパスすごい長いんですが、どういう印象を持ってますか、キャンパスに対して。やっぱりその自分を出せるっていう話だと、この学校が僕のずっとその人生の大半を過ごした学校なので、うん、一番自分が、まあ、自然にいられる場所なのかなというふうに今は。なるほど、そうですね。ここもう小学校、中学校、高校とここで過ごして、その後大学はどこに行かれたんですか。大学は東京の東京の私立の大学に。なるほど、はい、でここから一気に都会に行ったわけですね。どうでした、この最初に都会に行く、気持ちというのは。やった、ついにこの都会で生活できるんだってなりました。そうですね、都会すごい夢見てた、最近若い時は都会で生きることを夢見てたところがあったので、まあ、東京に行って日本で最大の都会を経験することによって、なんかこう興奮を覚えたんですけれども、興奮を覚えたというか楽しかったなと今はもう記憶で言います。なるほど。じゃあもうこの都会を経験して、そしてまたこの、まあ、山に帰ってきて教師としての、人生をスタートしたと思うんですが、どうですかこの都会とこう比べて、どっちの方が、まあ、山木先生自身はこっちの方が自分は居心地がいいなっていうのは、やっぱりこの山のある田舎ですかね。そうですね、なんかこう農業を仕事にするようになって、で初めてこう自然体でいることを学ばしてもらったような気がしますね。緊張がないというか、そっちの方が自分にとってしっくりくるのかなっていう気がします。今山木先生はこのようにスーツを着ておられるんですが、結構普段はですねこう作業着で、この後ろにある畑ですねにいつもいますよね。もう作業していてすごく幸せそうで、作業している時にやっぱり自然体になれるっていうのがやっぱり大きいんでしょうか。そうですね、大きいと思います。今生徒が帰ってくる前のこの畑の整備とか草刈りをしてますよね。で生徒たちもやっぱり結構畑で過ごす時間ってのはあるんですか。週1回半農業という時間を総合学習で持っているので、その時間がメインではあるんですけれども、まあ、それぞれ土曜日の午後とかに、まあ、イチゴを摘みに来たりとかで
か、まあ、憩いの場所とまではいかないんですけれども、すごく貴重な体験ができるところなんじゃないかな。なるほど。ぜひ中学生の皆さん、そして、まあ、高校生の皆さんもこう見ることができるので、畑の方をですね、楽しみにしていけたらなというふうに思います。では先生、本題に入っていきたいんですが、ここ数ヶ月、まあ、コロナウイルスでつい最近緊急事態宣言は解除されましたが、私たちの生活は変わって、まあ、考え方もいろいろ変わってきたと思うんですが、山木先生の中で、まあ、考えたこととか、今考えこういう考えになってきたということがあれば、ちょっと教えていただきたいんですが。このコロナウイルス の感染拡大の状況にあって、ちょっと神様の御心はどこにあるのかなっていうことを考えることが長くなってですね、以前先輩の先生に紹介された、まあ、本を読む機会があって、まあ、神に失踪した時っていう、まあ、有名な本なんですけれども、ウィフィリップ・ヤンシーって方が考えた本なんですが、まあ、なんか自分の持っている知識とか、考えていることで神様の計画を図ろうとしてはいけないんだなっていうことを最近、気づかされたというか考えるようになりました。やっぱり私たちは自分自身に頼る傾向があるんですが、その中によって、まあ、その損というのはこうそれよりさらに大きな神様の存在がいるんだよということを書かれているんですよね。そうですね、その勇気をメインに書かれているんですけれども、まあ、ちょっと例え話で出てたのが、我々は肉眼で、太陽を見ることはできない、しかし注いできている輝きの一部を、まあ、埃が舞ってる時とか、明るくなっていくその光線を見ることはできないんです。神様の計画を全てを僕らの目で捉えることはできない。だから結局僕らは神様が与えてくださっている計画の中のごく一部しか理解をしていないので、まあ、そのことで神はこう考えているのかな、例えばコロナウイルスの影響が神がこの人類に与えられた、まあ、罰なのかとかですね、そういうふうなことで考えることそのものが、まあ、ちょっと限界があるのかなというふうに僕は思って考えています。そうですよね、本当に生活も考え方も多分この日本中だけじゃなくて世界中が変わってきた中で、いろんな人たちがそのようなことを考えているのかなと思いますね。はい、今先生が少しお話の中で夜気を中心にっていうふうにおっしゃってたんですが、今日先生が紹介してくださる聖句も夜気ということで、夜気の42章の1節から6節をご紹介できるかなと思っています。はい、では先生読んでいただきますか。ヨブは主に答えていった。あなたは全能であり、身胸の成就を妨げることはできないと取りました、これは何者か、知識もないのに神の敬任を隠そうとするとは、その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業を挙げつらっておりました、聞け、私が話す、お前に尋ねる、私に答えてみよう、あなたのことを耳にしてはおりました、しかし今この目であなたを仰ぎます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。ですね、まあ、先生この聖句からどういうですか、ね、メッセージを受け取りますか。この今のような状況の中にあって全力でこう何か、まあ、生徒のサポートだったりとか自分ができることを探してやろうとするんですけれども、はい、これが全部実はうまくいかないことがあって、でうまくいかないんだけれども、じゃあそれはなぜうまくいかないのかと、こんなにも祈ってやってるのになぜうまくいかないですかって問いたくなる時があるんですけど、でもその問いそのものを、信仰の面から考えると、神様なんで全部教えてくれないんですかって言いたくなるんですけど、でも、それは神様が多分僕が考えているよりもはるかに大きな計画の中で、多分導かれている結果なので、最後はモデルセカンド一生懸命やったら、あとはでもお任せしますというふうに言える、信仰を持ちたいなというようなことではないんですけど、ありがとうございます。もう全てをこう委ねる信仰というか、もうあとはあなたに私たちができることはベストを尽くします、あとはあなたがやってくださるというところなんですね。はい、特に私たちはこう先生が言ったように、なんでと言ってこう落ち込んでしまう時もあるじゃないですか。そういう時の先生のこの切り替えのポイントというか、どのようにしてこう切り替えるようにしてます、何かありますか。まあ、
まり切り替えれないので選手の本とかに頼ってしまうんですけど、そういう悩みに頼るとそうですね、切り替えがとても苦手な人間なので、こう悩んでしまっている時に、ただ一つ言えるのは自分の中に答え絶対ないので、外側にやっぱ答えを求めることにしていて、悩んでいる時こそ本を読むようになりました。そうですね、やっぱりそれ重要ですよね。もう本当に外に目を向けてということですよね。ありがとうございます。もう少しで学校も再開ということなんですが、先生この、もう少しで帰ってくる生徒、そしてこれを見てご覧になってくださっている一人一人にですね、何か、最後にメッセージを何か送っていただけますでしょうか。はい、それぞれ全員多種多様な、そのいろんな困難や不安にですね、中にあると思うんですけれども、多分今、とても難しい状況で、相手のことが大切だからこそ近寄ってはいけないっていう、ちょっと変な状況の中に、ある中で、実は動かないっていうことが最も積極的な行動になっているっていうことにあるので、なんかこう実は我々が家にいて動けない状況だからこそ、神様が何か僕らに与えられている使命や意味を理解しやすい状況にあるのかなと思ってて、こういう時だからこそ自分の人生や生き方を見つめれるいいチャンスになるんじゃないかなというふうに思っています。確かにいろいろ動けないからこそ、一つの場所で止まって考える時間も多いですもんね。ありがとうございます。では翔平先生、最後にお祈りをしていただけますでしょうか。共有させていただきます。神様、今こうしてピースタイムという時間を通してこれをご覧になっている皆さんと共に祈れる時間を与えていることを感謝いたします。どうかこれをご覧になっている皆様、また世界中で現在の状況を苦しみの中、不安の中過ごしていらっしゃる方々の中、上にあなたの恵みと守りが注がれますように。どうか三育生一人一人、三育生の保護者の皆様がお一人一人の上にあなたの恵みに気づけるチャンスを与えてください。すべてのことを感謝して、救い主イエス・キリストの名によってお願いいたします。アーメン。山口先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回のピースタイムのゲストは中学校3年生の担任の中村光先生においでいただきます。それでは次回まで楽しみにしていてください。皆さん、さようなら。